こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。それじゃビットは始めていきましょう。今回スクワテペンタゴンとプランカリバーズスクワガマ戦までやっていきましょう。最終戦なのでこれ、こんな感じで落としていきます。そうですね、さあ早くピンチ、もうコーナーキックになってしまいます。危ない、なんとかピンチは防げますが危機的状況起こりません。前半終了です。チャンスやん、もうコーナーキックを得ました。you
吸い抜けてしまいます。いいですね、優奈叩き込みました。先取点、ナイスです。叩き込みのゴールをつきました。ヒーポーがついに敗れました。交換できるんじゃない。ユーナ、左に添えてしまった。お、襟打ち、お、キーパー必死のカバー、猛攻です。メリカ出します。時間は稼げるが、さあアディショナルタイムは1分。ナイスが来た。あーっと同点に追いつかれてしまった。終了。負けはしませんでしたが、最後が痛かった。ここが破れる。
カニバーズ55点、なんとか首位守りましたね。引き分けで終わりました。筑波高松とのですね試合です。準決勝戦だったはず。ベスト4です。痛いですね。もう前半もあとわずか、進展なりません。やっぱり止まり始めてますね。もう中盤3人を交代です。で後半に挑みます。
オフサイドか。一瞬チャンスだと思ったんですね。破れる。でも守っていかないといけませんよ。ナイスかな。いや、防御を守る。一番の大事ですが、防御を守っていきます。お、やりました。終わった。決勝進出です。なんか均衡破れませんでしたからね。見事勝利です。これ決勝戦進出となります。ということで、いよいよ次が決勝戦ですね。決勝戦はキャピタル東京ということになりました。強いチームです。でも C も多いんで PK で勝ち上がってんで、こちらは PK じゃないんで、その分優勝できる能力あると思います。ここで勝って2冠を目指していきましょう。以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ぜひアクセスしてみてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の以降でした。